皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年9月12日月曜日でございます。気温は24度といったところでございましょうか。やはり気温は落ち着いてまいりましたね。あー、なんだか秋か。秋っていう風に感じますと、なんだかちょっと寂しさが募るのは僕だけでございましょうか。どちらかというと食欲の秋よりは、なんだかこう寂しさの秋っていう感じがするんです。夏が終わって、そして秋になった寂しさ、これはそうですね、僕だけでございましょうかね。何でも季節の移り変わりっていうのが少し寂しさを感じてしまうのは、もったいない考え方でしょうかね。もうちょっと逆に移り変わることへの喜びで生きていきたいなとは思っております。はい、そんなこんなで雑談はさておき、昨日のお夕飯に行きましょうか。僕の昨日のお夕飯は塩コレートでございます。またもや塩コレートでございました。もうすみませんね。本当に皆様は何度も言いますが、決して真似なさらないようにお願いいたします。この食生活は明らかにダメですよ。ただやっぱり忙しいんです。なぜ忙しいかと申しますと、なんとまたまた引きこもりっすの漫画が公開となりましたよ。はい、ぜひともご覧くださいませ。引きこもりすくん漫画第3弾の登場でございます。今回も僕が声優をしちゃってますよ。声優デビューをしてから1話2話3話と、もう僕は声優三昧でございます。もう本格的に、そうですね、そろそろやっぱり事務所の方、僕を所属させようっていう方が現れてもおかしくはなくはないですか。いいんですか、僕を誘わなくて。事務所の方、もう知りませんよ。僕がどこかの事務所に先に所属しちゃっても知りませんからね。早めにスカウトした方がいいんじゃないかな。そんな気がしますよ。ですからもう知りませんからね。本当に早め早めじゃないと、僕はそうそう簡単にはなかなかいない逸材だと思いますよ。逸材だと。あまりそういうことを言ってるとリスって本当に自分のことが大好きだよねみたいに思われちゃうかもしれませんから、もうこれぐらいにしておきます。本当に思ってるわけじゃございませんよ。僕なんて所詮何もできないリスですからね。とのことでして、本日のお便りの方にも行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、お便りまたまたありがとね。おはぎさんからのお便りがものすごいものすごいいただけまして、ものすごいものすごい嬉しいですのですか、ラー、ありがとうございます。おはぎさんはこうしてお便りをくださることで、おはぎさんの近況もなんとなく、それとなく教えてくださるのですよね。
ちょっと今甘噛みしてすみませんね。くださるの部分、くださるのですよね。もう一回言い直してみました。そうなんですよ。こう別に噛んだとしても言えないから噛んでるわけじゃないんですよね。あくまでもなんだか噛んじゃうんですよ。これなんとかしたいのですけれども、これ滑舌の問題ではないとは思います。でも噛んじゃいます。これはやっぱり日頃の訓練が必要なのでしょうか。あえいうえおあお。まあまあ訓練は放送の前にやっておきなよって言われちゃうので、これぐらいにしておきます。ですので、おはんさんよりいただきましたそのお一言を拝見したいと思います。じゃん。え、なんだろうな、これはなんだろう。これは実際にある言葉でございますか。ちょっとすみませんね、実は検索してませんでして。これは何かな、検索しちゃうとその分やっぱりあれじゃないですか。もしも実際にこの言葉があった場合、それがどういう意味だかが分かっちゃうじゃあございませんか。それはそれでつまらないなと思っちゃうので、僕は知らないままこうした言葉を受け止めたいのでございます。ですから極力検索はしないようにしているのですよ。あまりにわからなすぎる言葉であった場合はある程度そのお言葉をご説明するためにも検索はしなければなりませんけれどもね。今回の言葉はあるのかどうかはわかりませんが、部分部分に考えますとなんとか知っている言葉ですので、このままちょっとご説明させていただきたいと思います。では行きますよ。皆様に簡単にご説明しますと、とにかく掛け合わせる、そうですね、混ぜ混ぜして掛け合わせるといったような言葉でございましょうか。これらを英語に置き換えてくださいませ。まずは掛け合わせる、これを英語にしてください。そしてその後混ぜ混ぜするっていうのを、これも英語にしてください。そうしますと今回の言葉となります。ただどうなんでしょうかね、これは何のことなんでございましょうか。それがすっごい気にはなりますよ。この後じゃあ調べてみたいと思います。実際にこの言葉が存在してましたら、なんか説明足らずですみませんね。ただ今のところもしかしたらですけれども、この言葉をパッと聞いて思い浮かぶのはトランプでございます。トランプでこういうことしそうですよね。なんとなく、なんとなくですよ、なんとなく、その両方ともトランプの言葉としてありそうなような、そんな言葉なのでございますよ。あとはそうですね、まあまあもしかしたら飲み物とか、どうですこれ、飲み物であったらな、ばば、もうすみませんね、思い切り噛んじゃって。飲み物であったのならば、僕は時々こういうようなことします。例えばドリンクバーでオレンジジュースにちょっとコーラを混ぜたりとか、あとはなんかサイダーを混ぜたりとか、そういうことをしたりしますよ。ああ、もう終わってるじゃないですか、時間が。もうお時間です、お時間です。なんとなくお分かりにはなられますよね。なんとなくは僕もそれなりにはご説明できたのではないかと思います。ただ謎の深まるお言葉なのではございましたとのことでして、
この後意味をちょっと本当にあるかどうかも検索してからの一言を言わせていただきます。はい、気持ちを込めて言いますよ。よくは分かりませんが気持ちを込めさせていただきますとのことでして、おはぎさんよりの一言言ってみましょうかね。ではでは、おはぎさんよりの一言どうぞ。ミックスシャッフル。